ゲートに入りました。スタートしました。14番ウェルカム霧島が好スタート、好ダッシュを決めました。そのうちから10番のブリッツクリーク、さらにこの間13番テイエムチュララン、オレンジの帽子2頭が出ていって、10番のブリッツクリークは3番手です。その後2馬身差、7番カシノディーバ、そのうち2番夢叶う剣、1馬身がいて5番大地のカムイがいって、外は12番のカシノフロイデ、インコースから1番ひまわりくん追い上げた中段、その後ろ8番工場の月800切りました、16番ポンズ、15番の霧島ジョイナー、2馬身がいて6番カシノポの3コーナーカーブ、外は9番のフォーザウィン、インコースから3番のカシノブロッサム上がっていきました。最後方から11番のタイバが続いています。前は3、4コーナー中間地点にかかりました。先頭13番テイエムチュララン、14番ウェルカム霧島、2頭が並んでいます。1馬身半差、10番のブリッツクリーク、インコース3番手、外は7番のカシノディーバ。第4コーナーから直線コースに入りました。オレンジの帽子2頭、13番テイエムチュララン、14番ウェルカム霧島、この2頭の争い依然として続いている。2馬身がいて10番のブリッツクリーク、その後から外からは2番の夢叶う剣を追い込んでくる。さあ振り切った13番テイエムチュララン、14番ウェルカム霧島に2番の夢叶う剣、テイエムチュラランゴール、2着14番ウェルカム霧島、なんとか残したように映りますが、最後そのうちから2番の夢叶う剣猛追。